ゆっくりの、怖ーい話。地域の怖い話、和歌山県。地域の怖い話、和歌山編です。和歌山にどんなイメージがありますか？私は特にありません。有名なものを調べたらアドベンチャーワールドというでかい動物園があるようですね。パンダにペンギン、イルカ、アザラシ、ホッキョクグマ、ライオン、チーター、トラ、サーバル、ゾウ、バイソン、キリン、コツメカワウソ、カピバラ、すごいですね。マジ行ってみたいです。そんな和歌山にはどんな怖い話があるでしょうか？ご覧ください。レンゲ畑。父方の実家での昔の話、俺がまだ5歳の時のことで、その頃はなんでそういうことが起きたかわからなかったが、今考えるとその訳がわかるような気がする話。父方の郷里は和歌山県、内陸の方で海はなかったが周囲は田んぼが多く、春になるとレンゲの花が咲き乱れる素晴らしいところだった。父の夏休みを利用して父も久方ぶりに帰郷したのだと思う。息子にふるさとを見せてあげたかったんだろう。折しも季節は春でレンゲ草が田んぼ一面に広がっていた。写真もあるがここでの記憶は今でもありありと心に再現できるぐらい、幼心にとって天国のような記憶だった。ただ一つだけ、当時は納得いかなかったことを除いては。一面のレンゲ畑で父方のおじとおば、いとこと4人で夢中で花を摘んだ。いとこは手先が器用だったので花輪を作ってくれたり腕輪を作ってくれたりと、二人で大はしゃぎだった。そのうち俺は広いレンゲ畑を真ん中の方まで、花を摘み摘み歩き回っていた。レンゲの花の蜜は甘いことも知った。遠くにおじおばいとこが見える場所まで来てさすがにちょっと遠くまで来てしまった。と思った俺は戻ろうと両手いっぱいのレンゲ草を抱えて元来た道を引き返していこうとした。ふと背後に目をやると、そこにさっきまではいなかったはずの人がいた。詳細までは覚えていないが、青のワンピースを着た女性だった。僕、その花を姉さんにくれるかな、そう問いかけられた。俺は両手いっぱいのレンゲのうち、半分だけその女性にあげたと記憶している。やはりこれだけ積んだのだから、全部は惜しかったのだろう。女性は、ありがとう、僕は一人かな、と俺に尋ねた。首を縦に振って一人だということをアピール。正直な話、お姉さんが綺麗だったのでマセガキの俺はその頃からこんな調子だった。お姉さんは俺がどこから来たのか、とかいくつだ、とかいろいろなことを質問した。お姉さんも手先が器用で、花輪とかネックレスだとかを作ってくれた。少し奇妙だったのはお姉さんの匂いが、土のような湿った匂いがしていたこと、子供心に変だと思った。あっちへ行こうか。お姉さんは田んぼの真ん中にあるちょっとした木立を指さして俺を促した。もちろん俺はウェルカムだった。お姉さんは俺の手をぐいと掴んで、さっきとは違う力を込めた感じで俺の手を引いていった。お姉さんの表現ぶりに俺は驚いたんだろう。その手を振りほどこうと手を上下に振った。しかし、俺を引っ張る力はますます強くなりずんずんと田んぼの木立に向かってお姉さんは進もうとする。おじさんに聞いてからにするから話して、と、俺はお願いをした。お姉さんは最初は聞いてくれなかったが、何回か訴えるとしぶしぶ手を離し、俺を解放してくれた。俺はおじさんのいる土手へと走っていった。レンゲを蹴散らし、少し怖かったので急いで走っていった。おじさんおばさんに今あったことの顛末を子供言葉で話すと、おじおばは、家に戻ろう、と言った。俺といとこは遊び足りないので最初はぐずったが、おじおばの様子が真剣なので仕方なく家へ戻った。おじはいとこにプリンを与え俺の手を引いてまた外に出た。おじと一緒に田んぼのあぜ道を歩いた。そういえばお姉さんは見当たらなかった。どこに行ったんだろう。そう思いながらおじに手を引かれるままにあぜ道を歩いた。向かう先は、さっきの木立だった。木立の正体は墓地だった。田舎によくある2、3の墓地が固まっているような、そんな感じの墓地だった。おじはどこから出したのか線香に火をつけ、墓に備えて手を合わせた。俺も一緒になって手を合わせた。見ると墓の周りはレンゲでいっぱいだった。ひときわ大きなレンゲの塊と花輪が地面に半分埋まっていた。けい、あのお姉さんは人じゃねえんだ。お化けだ。お前、連れてかれるとこだったんだぞ。おじはそう俺に話すと、レンゲ遊びはもう今日はやめだ。家で美味しいご飯を食べよう。と、また元来たあぜ道を俺の手を引いて家へ帰って行った。お化けだったの、あのお姉さん、と道すがらおじに聞いたが、おじはタバコを飲みながら、何も答えてくれなかった。その日の晩ご飯は父も驚くぐらいごちそうだった。夢中でたくさん食べて腹いっぱいで寝た。多分今思うにごちそうでその日のことを忘れさせようとしたんだと思う。夢の中に、あのお姉さんが出てきた。ひどく残念そうな顔のお姉さんは、またね、と夢の中で俺に話しかけてきた。次の日は、レンゲ遊びはしなかった。代わりに、おじが海へ連れて行ってくれた。死ぬほどシャレコアじゃないかもしれないけど、不思議で、今思うとちょっと物悲しい子供の時の思い出話でした。結局それ以降、レンゲ畑で遊んだことはなかったです。今ではマンションが建って、レンゲ畑は見る影もないそうですが、お墓はまだあるということです。
ちょっと物悲しいところか、怖いよ、その女の人の素性は、わからずじまいなの。うん、わからないままだ、おじも答えてくれなかったし、聞き出そうと、今でも酒飲ませたり接待してるんだけど、未だに答えはない。ただ、この世の人ではない、ってのは確かだし確信してる。寂しかったんだろうね。俺と遊んでくれたし、俺なりの答えは、無縁仏か、供養に来てくれなくなった墓の主なんだろうと思う。今でもあの寂しそうな顔が忘れられないのよ、マジで。これを物悲しいと捉えるか、怖いと捉えるか、皆さんはどちらですか？母さん。これは山の怖い話すれに書き込まれた話です。友人 Y が一週間の山遊びの後、大量のキノコを持ち帰った。しかし腑に落ちない。無駄な採取を好まない奴だけに変に思えた。母さんにもらった。と、Y は楽しげにキノコを見せた。俺は面食らった。Y の母は、俺たちが知り合う前に亡くなったと聞いてたからだ。寝てると、ふかふかした何かが、お前の母さんだよって、腹をポンポンしに来たんだよ。で、食べろ小さいお前って、キノコをどさっと置いてったんだ。不思議だろ。母さんは毎晩キノコをくれたそうで、食べきれず残していくのが申し訳なくて持ち帰ったとのこと。ふかふかした何かが気になって夢の中でも考えてました。大きいものらしいけど、場所とか、もっと詳しく知りたいので、続報を願います。キノコが欲しいわけではありません。母さんが欲しいのかな？和歌山県の北山村、村名は曖昧、の、里山の奥での話だったと記憶しています。泥郷という美しい渓谷があることと、三重と和歌山の境にある飛び地の村だ、という話は覚えているのですが、少しは役に立てましたでしょうか？和歌山に北山村という場所は実在します。泥郷という渓谷は素晴らしいです。こんな自然の中にはあやかしがいても驚きはしませんね。興味がある方はぜひ探しに行ってみてください。白い服を着た人が立ってる。毎年今頃になると思い出す話、学生時代に、彼氏と二人で花火をしに行くことになった。近所の公園は花火禁止だから、少し離れた川でやることにした。時間は20時くらい。川辺に開けた空き地があるのでそこを目指し、橋の脇にある遊歩道を抜けていこうとすると、全く街灯のない遊歩道の10メートルくらい先に、白い服を着た人が立っていた。風もないのに白い服がブワーッとなびいていて、その人は川に向かって高速でお辞儀を繰り返していた。真っ暗なのにその人が見えることに違和感を覚え、見ちゃいけないというかすごく嫌な感じがしたので、彼氏に、帰ろう、と言って戻った。奇妙だったのは、雪は車や自転車、ジョギング中の人などが多数行き交ってたのに、帰り道はシーンとして誰ともすれ違わなかったこと。目的もない一人旅の途中でそんなの見かけたわ。ナビの指示がクソすぎて曲がらなくて色地に入り込んでさ、どんどん道が狭くなってきて、変な道に迷い込んだと気づいた。すでに1キロほど走ってたし、リルートされたんで気にせず走ってたら、深夜1時の人家の明かりも全くない道で、白い服を着た人が立ってる。怖いと思って、できる限り道の端に車を寄せて通り過ぎようとしたけど、狭い道なんで、車に当たらないようにその人を直視してゆっくり進まざる得なくてさ、見たら髪が肩にかかるくらい髪を伸ばしてるから多分女の人で、そこそこ若い感じ。ちょうど小さな橋のたもとでこちらに背を向けてる感じに立ってるので、顔ははっきり見えない。普通、こういうところで車に鉢合わせしたら、人間の本能で車の方を振り向くはずなのに、見えてからずっと微動だにしないで、少しうつむく感じで川の下を眺めてる。通り過ぎるときは、時速5キロくらいで当たらないようにゆっくりと動いてたんだけどさ、周りの道は揺れてないのに、その女の人の肩口あたりから黒い何か、マフラー、がふわふわとこちらになびいてるのが見えて恐怖の絶頂。実際に通り過ぎるまでの時間は30秒とかからなかったのに、2、3分その人と対峙してるかのように感じたわ。ちなみに、リルートされた道が、実際は奥の路地で U ターンして元の道に戻るルートだったことにその後気づいたわけだが、さっきの場所に戻るのはあまりに怖すぎて、明るくなるまで近くの人家がある街路灯のある場所で仮眠して待機してた。朝起きて周りを見てみたら、実際はお寺の横で、壁を隔てて墓地の隣で一晩過ごしてたと気づいてさらに寒気がした。場所は確か和歌山の山の中だと思う。そういえば、真冬だったのにマフラー以外は随分薄着だったように感じた。俺だったら声かけるわ、大丈夫ですかって。パッと見でしっかりは見てないんだけど、上は白い薄いそうな長袖で、下は灰色っぽいスラックスみたいなズボンという、全身白っぽいいでたちで、女性だとは思うが、一応ロン毛男である可能性もあるので、女性である可能性は9割として、適正年齢である可能性は、ど田舎なので2割弱、さらに好みのタイプである可能性は3割未満と低確率な上、深夜に人気のない場所に立って車に反応しないことから、精神が正常である可能性プラス生身の人間である可能性は皆無なので、俺には無理だった。好みのタイプの可能性とか必要ですか？山の怪異は怖いので私も声をかけるのは躊躇しますね。神社の解体。実家の家業が家屋の解体やなんだが、その昔、親父に何気に聞いたことがある。
今まで仕事してきた現場で、気持ち悪かったり怖かったりした現場ってある。親父曰く、まあ一家心中があった家とか、火事で人が焼け死んだ家なんかは、やっぱり気持ち悪いわな。そういう仕事は断ったりしないのかと親父に聞くと、一応プロやからな、仕事の襟好みはしたらいかんやろ。ああ、でも一つだけうちじゃやらない仕事があるな。何の仕事？と俺？神社はうちじゃしない？できない。お寺はええけど、実際仕事したこともあるねんけど、神社はやらない。うち程度の格の会社じゃ手に負えない。申し訳ない。この話に対したオチはないんだ。ただその時親父が言ってたのは、神社には神社専門の解体業者がいるとのことでした。仏様は供養できるけど、神様は得体が知れなくっておっかないってのも言ってたと思う。同業者でこの話知ってる人、聞いたことある人っています？神様の領域を壊すってのは確かに怖いですね。そして同業者らしき人がレスをしました。夢をぶち壊すようだけど、神社は特別な構造してるから、宮大工がやるでしょう。普通の大工と宮大工は別格。技術的な面で、普通の工務店ぐらいじゃ宮大工レベルの仕事はこなしきれないから、断るよ。建てる方に関してはこの人の言う通りだと思いますが、解体だとどうなんでしょうね。解体の方はよう知らんけど、儀式的な手順とか、壊しちゃいかんもんがあると聞いた。単なる縁起担ぎだけど、こだわるとこは関わる。そういう手順に慣れてる業者じゃないと、客とのトラブルの元になるから、遠慮するみたいだね。この人は同業者というよりも建てる側の人のようです。解説サンクス、夢を壊す云々よりも、知りたいという欲求があるわけで、きちんと理由があるんですね。構造とか、飲酒、顧客トラブル、とか、大変ですね。テレビで、法隆寺や薬師寺、神社じゃないけど、の柱や梁の構造、ほどなんかの木の組み方、を解説しているのを見ましたが、技術的な面というのはそういうものに対してという理解でいいんでしょうか。そういうものかは詳しくはわからない。実際この業界に足突っ込んで6年ぐらいの新米だから、少なくともうちで雇ってるような、建て売りの一般住宅ばっかりやってる、金物を多用する大工さんは、神社の加工なんかできない、知らずに宗教団体の仕事を取ってきて揉めたよ。常に場を吐き清めて、穏やかな気持ちで作業する、材料の方角はどっちで、とか言われて、かなり疲れた。材料にもうるさいし、材料に拝まれたりしたしね、金額はまあまあもらえたけど、大工さんが痰を吐いた吐かないとか、場が汚れたとか言われて揉めたね。この話はここで終わっています。まあ神様を祀ったりする以上こだわりがあるのは当たり前かもしれませんね。シュート目がくれたブレスレット。週末に法事で、2年ぶりに義兄嫁と会うから書きに来ました。シュート目に呪われた、ってリアルの友達付き合いで話したら、絶対に惹かれるか電波さん扱いのどっちかになると思うから言えない。ちなみにここはオカルト板ではありません。家庭板です。シュート目は私のことが大嫌いだったのに、ある時に急に郵便で数珠みたいな天然石を繋いだブレスレットを送ってきてくれた。お礼の電話をしたら、厄年だから気をつけなさいって言ってもらってちょっと嬉しかったけど、私が前役に入るのは翌年だったんで、シュート目は私の年を勘違いしてたと思う。ブレスレットは、黒い不透明なキラキラした石と水晶となんか木星の大きめの玉の組み合わせで、いぶしたみたいな匂いがするので、うちの猫様たちがすごい嫌がってた。ババ臭いデザインで正直好みではなかったから、身につける気はしなかったけど、せっかくなので猫よけの期待して台所手前のカウンター上に小皿に入れておいて、忘れてた。義兄夫婦が用事でうちに来た時に、義兄嫁がカウンターに放置してたブレスレットを見つけたので、これシュート目がいきなり送ってきたんだよって笑い話みたいに言った。義兄嫁が、自分は同居してるのにシュート目は持ってくばっかりで何にももらったことない、と不機嫌に言ったから、これいるって聞いたらイエス、だったから持って帰ってもらった。その後、義理実家、義兄家同居、が、ダバダバっと不幸続き、隣家がぼや、不審火、義兄夫婦の部屋の外側がかなり焦げたのと、開いた窓から消防車の水が入って室内めちゃくちゃ。別の日に、シュート目が料理中に、袖に引火してやけど、義兄嫁が自転車で自損事故、流産、シュート目が車に轢かれて骨折で入院、検査したら癌が見つかった。冗談じゃなく、一月くらいの間にこれだけ続いて起こった。いくら普段嫌われてて疎遠でも、一家から入院患者が二人も出たので、お見舞いに行ったり用足ししたりした。シュート目の癌は軽度だったので本人告知したところ、シュート目が、呪いを込めたブレスレットを、私さんの厄年に送った、と白状し、さらに義兄嫁がもらって持って帰ってきてるって知ってパニックになったらしい。よくわからないけど、シュート目社会のネットワークで、嫁を確実に呪う、ってブレスが有効してて、和歌山に専門家がいて、そこまで行って買ってきたんだそう。呪った相手、嫁、に送って相手に不幸が起こると、呪った側の身にも同じ程度の不幸が起こる可能性が何割かあるって、リスクない方型の呪いブレスレットだそう。義兄から詳細を聞いた時には、めったに会ってないのにそんなに私が嫌いなのか、ってショックと、嫌いな相手を不幸にする代償で自分が不幸になったら差し引き意味ないじゃん、と頭が痛くなった。あとは、私も旦那も心霊とか信じてないんで、和歌山、うちから結構遠い、までそんな門会に行った行動力には素直に感心。
呪いのブレスレットは義兄がお寺さんへ納めに行ったのに、その後も義兄嫁が私を逆恨みしてたのは治らないままこじれてた。義兄嫁は私が呪いの仏だと知ってて義兄嫁に持たせた。事故も流産も私さんのせいだって言って、私は病は気から、まずはご飯って思うので平行線。義兄嫁が土地狂って、姑に和歌山の呪いのブレスレット屋さんを紹介しろと迫って、姑が義兄に泣きついて、なんかもう大変だったらしい。うちは私の妊娠が分かったのもあって、義兄と旦那で相談して落ち着くまで関わらない約束してたので、よく知らないけど、呪いのブレス屋さんは閉店、倒産、して消えてたらしい。多分だけど、流産で心身弱ってホルモンのバランス崩して更年期障害になったせいで、義兄嫁が精神的に不安定だったんじゃないかなと思ってる。数年かけて落ち着いたらしく、週末に法事で2年ぶりに会うことになったので、思い出しながら書きました。以上です。和歌山には呪いのブレスレット屋があった。恐ろしい話です。きっと今も別の場所でこっそり呪いのアイテムを売っていることでしょう。見つけた方は私にこっそり教えてください。秘密の街。画像、秘密の町、見つかる。和歌山にある川沿いに作られた町です。というか中洲になっていませんか、ここ。アップにするとこんな感じです。やはり中洲ですね。この二つの橋で行き来できるようです。奈良か、奈良やな。和歌山です。絶対ここの召喚獣と見逃すわ。強い武器撃ってそう。空飛ぶ手段ないといけないところやな。クロノクロス。ゲームの世界の行きづらい場所扱いされています。若い奴一人もいなそう。老人を始末するための町、中洲は危険とあれほど、増水して流されそう。いろんな意味で怖いと言われます。シオンタウンやん。さすがに違うだろ。興味込みで入ったら死ぬやつ、殺人事件が起きるも唯一村に繋がる橋が大雨で沈んでクローズドサークルになりそう。表紙の次のページにこの村の地図が出てそう。金田一なら最後に伝説の洪水が起きて村がなくなるタイプの村、友人伝説とかありそう。金田一だと中洲にかかる唯一の道路が壊されるパターン。ここに住んでる人たちの気持ちを一切考えられない南住民たち。こんな自然あふれる街にそんな物騒な話があるでしょうか。北山村というようですね。あれ、どっかで聞きましたね。和歌山県の北山村、村名は曖昧の里山の奥での話だったと記憶しています。泥郷という美しい渓谷があることと、三重と和歌山の境にある飛び地の村だという話は覚えているのですが、少しは役に立てましたでしょうか。ここは物騒な話はないと思いますが、キノコをくれるお母さんはいるかもしれない秘境です。いかがでしたか。意外と侮れませんね。和歌山、呪いのブレスレット屋にお母さんのいる秘境、和歌山県には未だ神秘が眠っているのかもしれません。ぜひ感想をお聞かせください。ご視聴くださりありがとうございました。また見てね。